とアートが好きな人には絶対おすすめ。今年はちょっとハロウィンのイベントなんかも含めて体験していただけるようなエンターテインメントを少し力入れていこうと思ってますね。雨だったらバーチャルに足ここにならないすごい雨でも気になりますね、はい、そのバーチャルの方も、はい、力を入れたことの一つにできてるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひいろんな方々に参加してほしいなって思いますね、うん、意見を共有していくっていう場はやっぱり学生時代あったらよかったなってめっちゃ思いましたSIW でガクチカやキャリーが磨きたい。イエーイ。今回の動画では私のような学生だったり社会人の方を対象にガクチカやキャリアを磨くをテーマに SIW をご紹介していきます。早速なんですけど、金山さん的にはいろんな方にご参加いただけたらなというふうに思っています。もちろんですね。自分のこうキャリアを考えるきっかけにはすごくなるんじゃないかなとは思っているので、とにかく多くの人に参加してもらいたいなっていうふうに思ってます。特にアワードなんかだと過去2年間は高校生が部門賞を取ったり最優秀賞を取ったりしているので、力を入れたことの一つにできてるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひいろんな方々に参加してほしいなって思いますね、うん、他に学生とかが参加して具体的にどんなメリットを得られたりとかってあります？知っているっていう状態を自分の中で解像度高く認識するのがすごく役に立つんじゃないかなと思ってるんですよ。知っているってどういう状態？人に教えられるところまでが知ってるの、うん、頭の中で理解してて。あ、いいね、理解、はい、知っているの一番解像度の高い状態は応用できるってことだと思うんですよね。 SIW でぜひ学び取ってほしいのは応用力かなと思ってるんですよ。武器にして応用して何か新しいアイデアに展開していくっていうところまでを体感してほしいな。 SIW のプログラムを作る時にも同じ専門性を持った人たちだけの専門的なトークって実は一個も作っていなくて、そのカテゴリーの中で全然違うアプローチで話題を提供してくれる人たちっていうのを入れたトークプログラムを作ったりしているので、ガクチカだったりキャリアを磨くっていうことのヒントになるんじゃないかな。産学連携での考えとかって、そうですね、まあ、産学だけじゃなくて産官学連携って言ったりするんですけれども、学校だったり企業とあと行政機関がつながって何か新しいイノベーションが起きないかっていうことに力を入れていくわけなんですけれども、それが一貫していっているコネクティングカラードドットっていろんな色がつながるといろんな新しい考え方とか価値観が出てくるんじゃないかっていうことの最大の魅力なんじゃないかなと思っていて、その組み合わせの中でしか出てこないアイデアとか考え方とか価値観っていうのがあると思いますよね。うまく壁を取っ払って自由議論ができるのは産官学連携プログラムの結構醍醐味なんじゃないかなと思いますよね。ただ関係構築していくにはコミュニケーションしなきゃいけなくて、そのコミュニケーションのスキルが高い人ほどよりいい関係構築に進んでいくよね。だからコミュニケーションスキルを磨いた方がいい。意見を共有していくっていう場はやっぱり学生時代あったらよかったなってめっちゃ思いました今回はガクチカキャリアを磨ける SIW をテーマにお話を伺いました。皆さんもこの秋は SIW を楽しみながら自分アップデートしてみませんか。金山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。